この資料にくっつけさせていただきました企業誘致について、それから図面がありますが、これのお話をさせていただきたいと思います。私に似合わない一般質問をさせてもらったもんですから、まあ、企業誘致、市長はグリコが来たんでもう大満足というようなことで、あとは考えてないようです。で、誘致条例というのが3月いっぱいまであって、前回の報告会で、まあ、少し質問させていただこうと思ってます。今後どうするのかなということで聞いてみたいと思ってますということで、まあ、どうしてどうするのということを聞いたんですけれども、市長は条例を作れば企業が来るならいくらでも作ってやると、もうすでに 2,3 の企業の紹介はあったけれど、地権者が合意しないから、土地がないからダメだったという話をされたわけなんです。で、グリコだって初めからみんなが大賛成したわけじゃないんです。それからこのグリコは県が大きく動いていただいて、まあ、グリコというのが明らかになる以前から、もうですから市長、今の市長の前の市長から企業誘致として県王道ができたらというのが県が動いてくれてまして、そういう中から出てきて定まってグリコさんになったわけなんですけれど、そういうことは全然おっしゃらないわけなんですよね。それから県の方が非常に動いてます。県王道以北に企業を誘致したいということで、アンケート調査をなんと全国の、5000社に行っている。でこの事実が、まあ、インターネットで私は分かったんですけど、担当者は知らなかったんです。つまり企業誘致に関して何の指示も出ていないということなんです。口では言ってんですよ、企業誘致しなければいけないとか、ぜひいろいろ来ていただきたいんですとかって市長は言ってんだけど、全く担当者には具体的な指示は全くなくて、担当者も指示がないと動かないという役所になっています。自分たちが調べて提案するということがない、要するに市長の勘に触れるような提案をするとどっか行かされちゃったりするわけです。嫌なんです。それとお前が責任を取るのかとか、そういう話をされるから言わないんです。指示が出ないとやらないという役所になっているというのが今回で明らかになりました。まあ、前からそうだなと思ってたんですけど、いや企業誘致についてもそうだったのかというのを明らかに分かりまして、その次の図面のところなんですが、図面の図の下の方に平成20年10月に変更したというお伝えしたいと思います。あとはちょっとご覧いただければと思います。残り時間が少ないんですが、工藤さん2、3分、はい、